ダイハツ B5 トヨタラッシュラッシュは、ダイハツ工業が製造し、トヨタ自動車が現在、東南アジア市場で販売している小型 SUV で、ある。日本国内では2016年まで販売され、ダイハツ B5 の姉妹車であった。テリオスの OEM 供給モデルであったキャミの後継車となる。形式は 2WD が J200E 型で 4WD が J210E 型。 OEM として紹介されることが多いが、正確には共同開発者である。エンジンは直列4気筒 DOHC。駆動形態は今やこのクラスでは珍しい縦置きエンジンの FR と 4WD である。トランスミッションは4速 AT と5速 MT を搭載する。AT はインパネシフトを採用するが、MT はフロアシフトとなっている。4WD は 車内のスイッチでロックさせることが可能なセンターデフを備えたフルタイム方式である。ボディ構造にはビルトインラダ,ダーフレーム式モノコックを採用。これはモノコックボディにはしご型のフレームを組み込んで一体化させた構造である。このボディはインドネシアで生産されている7人乗りミニバンのダイハツセニア、トヨタアバンザのボディをベースに開発が進められ、 専用に新設計されたものである。生産は発売から2012年途中まではダイハツ九州大分工場で、それ以後はダイハツ工業本社工場。日本国外ではホイールベースを2 5 8 0ト、mm、ルから2 6 8 5ト、mm、ル全長4 4 0 5ト、mm、ルに延長した3列シート7人乗りのインドネシア製ダイハツテリオスの OEM 供給モデルが インドネシアとマレーシアで販売されている。二代目となるラッシュも、初代同様、ダイハツテリオスの OEM で2列5人乗りと3列7人乗りの SUV となる。トヨタ・アバンザの車体をベースに、日本で開発され、1.5リットル直列4、気筒エンジンを搭載。駆動方式は FR で、トランスミッションは5速 MT と4速 AT。6色のボディカラーが用意された。 先代の特徴だったテールゲートに取り付けられたスペアタイヤは車底部へ収納され、テールゲートは跳ね上げ式になった。ありがとうございます。